今さ、会社にさ、納税協会入りませんかって来た。納税協会入りませんかって来たから、会社の休眠状態ですし、僕見てもらってわかると思うんですけど、ガードマンのバイト行ってるぐらいなんで、ちょっとお役に立てないと思いますって言ったら、パンフレットだけ言ってよかったら。あ、で、飯持っといたけ。飯持っといたけ。納税協会の人来た。納税協会の人でさえも逃げていくぐらいの会社になったわ。はい、令和元年ね、10月2日時刻はね、3時57分を回ったところでございますね。心斎橋より、ピエロをぬっ殺す。なんか来たぞ。君たちもなんか送ってきたとないや、こうやって。これ、よう4階とか、これ、ビルの名前も書かんと、隣にもビルあるのに、ようこれだけ届いたな。なんか届いたぞ。何くれんねやろ。開けちゃいまーす。ギフト開封枠。やる意味ギフト開封枠だろ。まだこのペンか。まだこのペン来たぞ。何本送ってくれ、ね、あ、今度違うペンや。あ、ちょっと変わった。今までのペンは、普通のノック式のね、これほら、株式会社 K2 プロダクションって書いて電話番号入ったの、ノック式のボールペン。これサンプルで送ってきててんけど、今回ちょっと形が違うぞ。まあ、これもね、K2 プロダクションで、サンプルで1本だけ作る。これ1本だけ作れるってことは、これ100本作ろうか200本作ろうかそんなに、変わんないんだろうな。名前入れるぐらい。先っぽまだ新品やから、丸っぽっちついたまんまやわ。すごくね、あ、これ、ここスマホのあれになってるわ。すごいな。進化したな、ちょっと進化したぞ、株式会社 K2 プロダクション用のボールペンでございます。こんなんいいから、K2 プランニング用のボールペンを作っています。K2 プランニング用のボールペン。これをね、せやから、これをね、一本、ね、このサンプル送るから、これを買うてくれという話ですよ、これね。これがなんとね、一本99円。100本買うたら9900円。100本買うて、これリスナープレゼントする、ね、?100 本買って、これリスナープレゼントにするこれ。9900円分買って、リスナープレゼント。その9900円、どっから賄うねん。ですね、配信で収入あるわけじゃないのに、他の配信者は配信で収入あるんでしょ。俺、配信収入ないからね、別に。何ももらってないから、配信で。お金だけじゃなくて、物すら持てないから、ね。新電力代理店ビジネス説明会開催。こんなもん営業マン雇ったらやんな、別にな。参加費無料で。この説明会の参加費は無料やけど、これ代理店なのに金取んねん、どうせ。代理店ビジネス儲かるな。誰か俺の代理店になれへん。なんか知らんけど。次行きます。次ね。そんなを笑顔にする、それがフェネラルです、ね。独自の気象出発追跡システムでスタッフの欠勤率が 0.1%。人材派遣はもちろん、イベント運営、封入入力代行。もう何でも、もう、人集めて、そいつらに働かして、それで搾取する職業を今、横行しとんな、マジで。ないな。まあ、会社自体がそもそもそういう存在なんだろうけど、あまりにもひどいだろう、最近。マジで。今日登録いった警備会社なんか、時給964円にしたで。最低賃金は絶対割りませんからって、わけのわからんこと言う。登録ね、あれですよ、と、また、あれせなんか、書類出さなんか。これカレンダーまた、あ、こんなサンプル送ってきてね。こんな。
タンポポ持っていって。これ、あ、令和2年のカレンダーだわ。これ置いとこう。これ置いとこう。事務所に置いとこうかな。家に飾るかな。これ、これ、これも、ね、こんなん送りつけてきちゃう、ね、買え、っていうことでしょ。九州の方多いな、こういう商売してるやつ。これ096ってこれも九州だろ、これ。熊本市。365、ね。熊本市だわ。九州のやつってなんかこう、送りつけ商法好きやな。あの、この間あの、焼酎もそうやったけど、電話して、買って、買ってって言ってる。ないでカレンダーね。いらない。かわいい。財宝？11月13日から15日。総務人事経理ご担当者様。総務人事経理ご担当者様って全部俺やねんけど。民協さん。ということでね。また明日、日雇い行きます。もうガードマンだけじゃ食うていけないから、日雇い行きます。もうガードマン行って、日雇い行って、ガードマン行って、日雇い行って、ガードマン行って、ガードマン行って、日雇い行って、日雇い行って、ガードマン行って、ポスティングして、ガードマン行って、日雇い行って。もう最低限、ね、どん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 極めていく。この国の最低限、極めていってやるよ。以上なしやります！いや、なしあります。隣おるから。隣おるから。誰かが来てかい。誰かが来てかい。誰がコスプレや。で、また明日ね、わけのわからん現場入れてきたから、もう、あの、違う仕事入れたやつ、断っとったわ。池のメダカ似てる。まあ、なるわ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 、三三七拍子。絶対無理だから、そうだ。隣会社まだ人おるから。四時でしょ。まだ人おるから、無理。もう無理。これ絶対クレーム来るから。絶対クレーム。今日しかも隣の翻訳のおばちゃんおるしな、電気ついてるし。ツイッター見てくれた？ラーメンだって言ってラーメンチャーハン。ラーメンチャーハンだって。はぁ。不景気やな。アホな政治家って何のために働き方改革やったの？24時間、変形労働制とかって、ね、警備員って24時間勤務とかじゃないですか。看護婦さんみたいなね。言えてやる、DMAXしない。それがなんかできなくなるらしいね。働き方改革のせいで。で、社員も残業なくなるから給料減るだろう。この国の政治家、ほんと、バカしかいねえな、この国の政治家ってよ。頭おかしいのか、この国の国会におる奴らって。
あのね、もう法律作るやつがアホしかおれへんから、ね、あの、感情、まあまあ、政治家が作ってんじゃないんだけど、ぶっちゃけると感情が作ってんだけど、ね、感情も己、自分しか知らんやアホやから、あいつら。ね、東大とか京大とか出たやつらって、ね、あの、それまでもう、親のすねかじって、よしよしで勉強をね、全部お金出してもらって、大学出て、バイトもせんとそのまま、ね、あの、官僚になっとるから、国家公務員になっとるから、世間何にも知らんやん。ね、国家公務員なんかすごいよ。家賃すごい安いとこ住めるし、ね、あの、ボーナス年3回あるし、ね、ボーナスの額もおかしいし、NHK の職員の給料聞いたらわかるだろうよ。国家公務員なんかバカしかいないんだから。試験さえ、ね、最初に国家公務員生になってしまえば、あ、そうか。マイメロちゃんの旦那さん国家公務員やな。マイメロちゃんとも国家公務員やな、一応な。でも体力系国家公務員やろ。あの、感情とか、あ、特別国家公務員ね。あの、ここだけで言ってる奴らって、でも世間知らんから、ま、全く世間知らんから、そんな奴らが法律作ってんのよ。そらこんな国になっていくよ。男女平等という名の女性優遇社会を作り、ね、わけのわからん、なんでもかんでも税金だけ上げていきゃいいような制度を作り、ね、あげくの果てには、ね、あの、吸い取るばっかりじゃなくて、今度はね、給料まで抑えにかかっとるからね。アホやろ、この国の官僚って。働き方改革。一日、あの、共産党も言うてんねんけど、一日8時間働けばね、そこそこな生活ができる社会にしましょうみたいなこと言ってるけど、そんなことするからどん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 不景気になるのよ。バカなの、本当に。で、今までね、仕事できない奴らが残業必死こいて残業で残業代もらってなんとか成り立ってた生活がね、もう8時間しか働けません。それ以外、それ以上いくらやっても残業も出ませんし、会社もそんなこと望んでません。だったらね、会社は組織として回らんわ。ね、人は山ほど雇わなあかんわ。だから給料は上がらんわ。ね、で残業代つけへんから基本給しかないわ。どんどん貧しくなる一方で。アホやろ。ね、時給1000、最低時給1000にしましょうってね、下を上げたつもりが上が下がっとんねん。アホやで、ほんま。一時時給1600円、1700円あった仕事が、ね、今時給1000円しかないから、ね。で、下の時給800円やったやつがやっと900円に上がってきただけやから。どん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 社会構造が狂っていってんねん。うん、で、その、1700円、1600円、1500円、1400円、1300円下がってきて、1300円くらいのをね、ベトナムから来た留学生がその仕事してね、日本人働くとかあれ。死ねや、マジで。アホやろ、ほんま。アホやで。ここの国アホしかおれへんで。国会議員も会長もアホしかおれへん。政治家の家って家じゃないって、あの、野豪の家やから、政治家やからな、あの、俺が国会行くしかないな。でも俺国会行きたくないね。国政はちょっと嫌やな。地方議会でいいから、あの、N 国党さんなんか、公認してくれんから。まだボランティア一回も行ってへんけど。行く暇ないねん。もうお金ないから働かなあかんから、働き方改革のせいで、ね。働き方改革のせいで、ね。ずっと働かな。時給960円でずっと働いて、ね。死ぬほど働いて、1日24時間働いて、なんぼなんの。休みなく働いて、それ30日繰り返して、やっと人並みの生活に手が届くかどうかぐらいのところにおるような人間がね、どうやってボランティアするの？無理でしょ、そんな。君ら、俺が住所どっかに移したら、みんなそこの、順位になって、みんな投票してね。地方議会選挙、ね。みんなも住民を動かして、みんなも投票、みんなが投票して、ね、今は少なくとも5人に5票入るやろ。5票は入るやろ。ちゅうわけですよ、マジで。やりません。
こうやってたら、あれじゃない、おまわりさんに、なんか、おまわりさんが、おまわりさんがツイキャスしてるように見えへん。こんなおまわりさんいてそうでしょ。おまわりさん系 YouTuber。はっはっは。おいしそうでしょ。本館は今日暇になります。本館は今日暇になります。あ、さっき、自販機で1円ラッキーやった。1円ラッキー、1円拾ったんではないし、ね、忘れた1円玉をね、そのまま取ったり、猫ばばしたりしない。ただ、1円ラッキーって言っただけ。NHK の動画いっぱい使わないから。NHK 行けへんかな。ここの事務所に NHK 行けへんかな。NHK の新規事業を始めませんか？電話してみて。これってまだやってますか？これってまだやってますか？ NHK から大切な、コールセンターか今日か。NHK から大切なお知らせが届いたんですけど、つって。あれ、どこやった？あれ、ほら。何やった？ほら。NHK 何やったっけ？ふれあいセンター。ふれあいセンター電話しよう。で、ふれあいセンター電話しよう。NHK ふれあいセンター。NHK ふれあいセンター。NHK。066066。ここ電話して。ここ電話しよう。皆様の声にお答えしますよ。1分1円取られるんや、マジかよ。こっちもな。こっちもな。あ、お忙しいとこすいません。ちょっと封筒が届いたもので。もしもし？聞こえます？聞こえます？もしもし？切られたんだけど、どういうこと？どういうこと？こちらは NHK ふれあいセンター放送です。携帯電話からは20秒ごとにおよそ10円、その他の電話からは60秒ごとにおよそ10円の通話料金でご利用いただけます。NHK ふれあいセンター放送にお伝えします。なお、いただいたお電話はご意見、お問い合わせの内容確認とサービス向上のため録音させていただいております。こっちもな。こっちもな。あ、すいません。はい。聞こえます？はい、聞こえます。あ、そうですか。さっきちょっとかけたら、声聞こえませんってブチって切られたんですけど。あ、そうでしたか。はい。いやいや、いいんですけど。はい。封筒が、大切なお知らせっていう封筒が届いたんで電話したんです。NHK から封筒が？はい。はい。届いたんですけど。どのような？いや、何かなと思って。大切なお知らせって書いてあるんです。大切なお知らせ。はい。ないということなの？いや、こっちから頼んだのではないので、郵便で届いたので、怖くて開けてないんですけど。そうですね。はい。これ、なんですか？
はい。である、可能性があります。はい。中が開けていないということでしたので、ちょっと内容がこちらでもわからないですが、はい、思い当たることは何か、ないですね。何もない。何もない。はい。そうですか。給料の支払いもされているということなんですね。いや、してないです。あ、そうなんですね。はい。おそらく、はい。営業の者からのお手紙である可能性がありますが、はい。ただ、こちらでもその、NHK から、その封筒が届いたという情報だけですと、はい。ああ、なるほど。そもそもなんですけど、はい。放送法64条にあるように、テレビを設置したら契約せないとダメですよね、はい。そうですね。テレビ、はい、受信できる状態であったらですね。はい。ただし、NHK、協会の放送を受信する目的でなければ、この限りではないですよね。それについてはですね、はい。受信料の、こちらお電話がつながっているのが放送に関するお問い合わせ窓口ですので、ああ、はい。はいはい、どこに電話したらいいですか、じゃあ僕。はい、今から番号をご案内いたします。はい、はい、はい。全国の窓口と地域の窓口。はい。ございますが。はい。両方ともご案内いたしますか。どっちかけた方がいいですか、僕は。地域ですと、平日のみ、はい、平日の、10時から17時までの対応なのですが。はい。今からかけるには、どこにかけたらいいですか、僕は。地域の方が繋がりやすいかもしれないので。大阪ですけど。大阪ですね。はい。大阪の、何市にお住まいでしょうか。大阪市です。ちょっと声が聞こえなかった。あ、大阪市です。あ、大阪市です、ね。はい。大阪市の何区でいらっしゃいますか。ここは中央区です。中央区ですね。はい。中央区です。はい。大阪の営業センターのお電話番号。はい。ご案内いたします。はい。はい。06。06。6937。はい、9000。9000。はい。はい。こちらは平日の10時から17時まで。あ、じゃあ今かけたらすぐ繋がるんですね。そうですね。あ、わかりました。はい。それ以外でしたら、全国の窓口でもございますが。はい。あ、一応聞いときましょうか。はい。はい、かしこまりました。はい。はい、全国の方はですね、9時から20時まで。はい。はい、番号が0570。0570。はい、077。077。はい、もう一度、077。077。あ、わかりました。はい。はい、大阪の方かけてみます。はい、はい、はい、どうも。はい、はい、はい、どうも。かける？かける？かけてほしい？かけちゃう？かけちゃう？かけちゃう？はい、令和元年ね、10月2日のね、時刻は4時20分を回ったところでございます。心斎橋より NHK を抜くわす。かける？かけてほしい、じゃあアンケートの、かけてほしい、かけてほしい人。かけてほしい人。かけてほしい人。アンケート取りますか？はい。アンケート中。アンケート中って、アンケート初めて使った。アンケートあんのね、ツイキャスにも。知らなかったわ。これアンケートどうやって見たらいいの？アンケートでどうやって見たらいいの？全員がはいでした。マジか、書けんのかよ。大阪書けるね、大阪。すいません、お忙しいところ。はい、さっき、ゼロ、ふれあいセンターかけたらこっちかけろって言われたんで、こっちかけてるんですけど。ありがとうございます。NHK からのお知らせが届いたんで、お電話させてもらってるんですけど。お知らせですね。はい。はい。具体的にはどのような内容をしてますかね。いや、思い当たる節がないので、開けてないんですけど、何かな。はい。はい。あまりご契約とかはされてますでしょうか。いや、してないですよ。NHK とご契約もされてないんですよ。はい。はい。契
いや、そんな個人情報勝手に言えないですよ、こんなご時世に。そうです。それでもお調べするのができないので、はい、そもそもなんですけど、はいはい、もし契約しろって言うんであれば、はい、放送法64条に決めているように、はい、テレビを置いたら、まあ、受信機設置したら契約しないといけないんですよね。はい、まあ、ただし、協会の放送受信しない、する目的でなければ、この限りではないっていうことですよね。それはどういうことですかね。いや、こっちが聞いてるんですけど。受信機があれば、はい。受けお願いしますって内容になっておりますのでね。ただ、ただし書きは？そういうことですかね。いや、64条には、1項にはただし書きがあるじゃないですか。はい、ただし書きですか？はい。その内容、今、何か放送法とかを持ってらっしゃるってことですかね。持ってらっしゃるってどういうことですか？今、何か読んで、いや、読んでるとかじゃなくて、そもそも別に法学部なんで、法律は、はい、ある程度網羅してますけど。そうなんですね。はい。はい、ただですね、はい、決まりとしては、NHK と受信機ですね、はい、テレビがある以上ご契約お願いしますっていう内容になっておりますんでね。今、テレビがあればお願いしますっておっしゃいましたよね。はい。で、ここにこの NHK からのお知らせ届いてるんですけど、はい、そもそもここ事務所なんで、あ、そうなんですね。テレビないんですけど、で、宛先もちゃんと会社名で届いてはって、はいはいで、まあ、何の要件なんかな。そうですね。具体的に、どういった内容の文書かっていうのについてはね、それは、住所と名前の方が、別に検索して答えることはできませんので。はい、いえ、でも、まあまあ、じゃあ、この住所と名前を言えば、はい、御社から封筒で送ってきてるっていうことは、特定をされてるってことですよね。そうですね。おそらく、いつ頃届いた分になるかちょっとわからないんですけど、あこれは、この郵送物が届いた所在地と、はい、いや、称号を言えば、今わかりますか、はい、そうですね。あ、そうですか。お知りしてるのであれば、はい、郵便番号を言いますね。542-0081。0081。はい。はい、大阪市中央区南千葉。はい。1-11-9。1-11-9。はい。で、ここをね、1-11-9ってビル2つあるんですよ。で、こっち届いたのは、まあ、この英語で届いたのは、長堀八丁ビルで会ってたんですけど、はい。まあ、これ、量届いたなんて逆に思ってるぐらいなんですけどね。ビル名が書いてなかったってことですか、ね、はい。で、称号がね、会社名が株式会社、はい。K2 プロダクションなんですけど、K2 プロダクション。はい。株式会社も抜けてるし、K2 って別にこれ、つなげて K2 プロダクションなんですけど、よう、これ届いたなって逆に感心してるんで。これ、よう届きましたね。これデータベースはどこで取ってはんの NHK さん。そうですね。一応会社様の場合になりますと、はい、アットランダムで契約書の方をお送りする形になっております。アットランダム？そう、ランダムですね。はい。はい、パソコンのランダムで、もし契約が、はい、テレビがなければ返送の必要はないんですけども、いやそもそもね、まあまあ法人で、はい、まあテレビがない、例えばここテナントビデオやしね、はい、ほとんどがテレビないと思うんですよ。それはそれでいいんですけど、はい、個人やったらなんかスマホがどうのとか、カーナビがどうのとか言うじゃないですか。あ、そうです。法人は法人様の場合も、法人様の場合も、はい、会社の方で、会社の携帯ですね、そのお持ちの場合はご契約いただくことにはなりますね。会社名義の携帯がスマホでワンセグがあったら会社が契約せなあかんの。そうですね。ほな、会社の経費で落としてはる個人の人は2個払わなあかんやん。そうです。個人の携帯持たれてる方と、また個人の契約と会社の契約っていうのは別になってきますね。でしょ？ってことは、まあ僕が例えばですよ。まあ僕は個人の名義でスマホ借りてますけど、はい、これ会社の名義でスマホ借りてきたら、自宅でも NHK 払って会社でも NHK 払うの。はい。そうなんです。その場合、個人の携帯と会社の携帯っていうのは別っていうことですかね。2台持たれてる。いや、僕は個人名義にしてるから、個人の契約があればそれで足りるんでしょうけど、あ、はい、法人名義にしてた場合、あなた今法人名義のスマホがあればそれもいただいてるんですとおっしゃったってことは、はい、僕の場合で言うと個人で家で払ってるのに、はい、会社でも法人でスマホを借りてたら会社でも契約せなあかんっていう。そうです。へぇ。なるん
ですけども、はい、ま、例えば世帯にテレビ持たれてて、あの世帯であの携帯の電話を持たれているって形になりますから、これはあの世帯の契約はあの一家につき一台になりますので、何台あの受信機を持つでも一つっていう形になるんですけど、そこはそれでいいですよね。はい、はい、例えばあの事業所さんになりますと、また話は変わってまいりまして、はい、台数ごとかなんかでしたよね。あ、何ですか？台数ごとかなんかでしたよね。そうですね。ってことは、まあまあ、うちは従業員いないからあれですけど、はい、従業員にスマホ10個借りてあげたら、10台分会社が NHK、ね、払わなあかんの。そうなりますね。あの台数ごとになりますね。払ってる人聞いたことないけど、そんなん。いや、あの、皆さん契約いただいてますので、ね。今、皆さんとおっしゃいましたけど、皆さんではないですよね。皆様あのいただいている方はあのその辺皆さんってあんまり言わない方がいいと思うんですよ。もう今ややこしいでしょ、なんかね、いろんな人出てきてはって。そうですね。だからそこで皆さんって言うと絶対上げ足取られると思うので、 NHK さんもね、あんまその辺言わない方がいいと思いますよ。そうですか、申し訳ない。いやいや、僕は全然いいんですけど、あの払いたい人は払ったらええし、別にそうじゃない人は裁判それなりなりなりしてたら別に僕には害がないので、どちらでもいいことなんですけど、はい。で、これ何でした？結局、封筒は。そうですね。はい、やはり、あの、ランダムで、あの、もし警備があれば契約しますね。あ、そういうことなんですね。っていう形になります。あ、そうですか。なければ、はい、あの、あ、特にほな、僕は関係なかったのは、もうこの封筒は開けずに小物処理しても大丈夫ってことですね。そうですね。あ、そうでした。テレビがなければ、あの、ご不要のものになります。あ、わかりました。さすが、もう調べたらすぐわかるんですね、NHK。あ、そうですね。あの、送らせてもらってる方になりますの方には、あの、あ、そうでしたか。はい、わ、はい、かりました。はい、また、そんな設置したときには、僕は、あの、今、中央営業センター、前はなんか営業センター別のところにありませんでした？あ、そうですね。今のは、あの、ここはもともとあるところなんですけど、はい、前の営業センター、ちょっと、あの、天王寺の方にもあったんですけど、はいはいはい。ここがちょっと、あの、なくなったところが。日生ビルかなんかにありましたよね、以前。そうですね。え、今、あそこにないの？あの、ルシアスかどっかにないの？あ、そうです、それが南大阪営業センター。あ、名前が変わったんや。はい、あ、そうですか。東方？大阪中央営業センターです。東方かなんかしはったの？あ、東方ではないです。そうではない。はい、ちょっと店舗が減ったって形になります、ね。あ、店舗、あ、店舗っていう話なんだ。店舗、はい、はい。そうですか。わかりました。すいません、お忙しいところありがとうございました。はい、とんでもない、はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい。はい。はい、という NHK の嘘つきでした。ね、これは NHK からの大切なお知らせですけども、ね、契約書なんか送ってきてませんからね。これ契約書送ってきたんちゃうで。なあ、姉ちゃん、今契約書がどんなこうので、はっきり聞いただいていいですって言ったけど、嘘つくなよ。お前んとこ送ってきたの。なあ、お前んとこ送ってきたのこれやないか。ねえ。ねえ。Nリンクスしませんか言うて。ねえ。Nリンクスと同じ、あの、ピンポンピンポンして世の中散らかしませんかっていう、これを送ってきたんよ、お前んとこ。なあ、なんで嘘つくの？もう NHK って、やばない。NHK って嘘つき団体やな。調べたらわかんねんねーつって、はい、登録あるんでーつったけど、送ってきたんこれや。完全に YouTube 行きやろ、この動画。これ絶対立花隆さん行きやろ。あの、なんやったら、あの、なんやったっけ、あの、平塚なんとか。うん。ね、もうちょ、やまない、ね、長堀やっちょびんって、長堀やっちょびるでもないし、やっちよびるです、ここは。皆さんの言う、皆さんというのは2、3人、そう。皆さんお支払いし、皆さんお支払いしてます。うん、俺払ってへん。皆さん払ってんねやろ。俺払ってへんねん。俺皆さんちゃうの。ね。俺皆さんじゃないの。え、皆さん払ってるって言ったよな。全員払ってんねやろ。契約率 100%、収納率 100% だよ。俺 100% から省かれてんだ。やまない NHK。嘘しか言わない NHK。ね。なんか、あたかもさらっと、ああ、はい。ああ、契約お願いしますっていうのを送ったと思いますって言ったけど、ね違う、あの、集金業務やれ、お前んとこ。暇やろ。これ送ってきたよ。平岡の給料いくらなんやろな、1300円ぐらい持てんじゃん。下手したら1500円ぐらい持てんじゃん。どうでもいい。はい、はい、はい。はい、支援しますね。はい。ああ、そうっすね。お送りしました。そうそう。
これの中に入っていたのは、紛れもなく、これの中に入っていたのは、紛れもなくこっちですからね。契約してくださいではなくて、ね、業務説明会に参加してくださいですから。やばない NHK。NHK、嘘つきもええとかやな。こんなことしてていいのか NHK。嘘しか言わなくていいのか。ね。NHK 嘘しか言わなくていいの。こんなええ加減な業務ですよ、NHK なんて。ね。え、俺家で払ってるけど、みたいなふりして言うたけど、俺払ってへんけどな。ね。人間としてカウントされてないの。マジでか。世帯でもカウントされてなくて、人間としてもカウントされてない。俺もしかして、アリちゃん、なんとかマウンドと一緒で、ね、俺も、立花さん、平塚さん、郡山さんはね、NHK、こちらでは、対応いたしかねます。ね。文書でお願いします。左右フラットマウンド、みたいにね。ね。俺もあれちゃん。もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、俺って特別扱いなんじゃないな。勢いで青汁王子に電話して100万まだ振り込まれてませんけどっていう。で、バグ教えて。何青汁王子に電話って何それ。青汁王子に電話って何それ超面白そう。青汁王子の電話って何いや、だって NHK の、ね、ホームページね、皆様のお声にお答えします。NHK って書いてあるんだもん、NHK ふれあいセンターに。皆様の声をきちんと伺う NHK の体制、ねふれあいセンターで NHK の放送に関するお問い合わせやご意見、ご要望を年中無休で受け付けています。番組に関するお問い合わせは毎日3000件以上にもあり、ね適格かつ迅速にお答えするため NHK の各部門が積極的に連携を体制。どこがやねん、ね、どこがやねん、全然適切ちゃうし、ね、適切かつ迅速にお答えするため、適切でもないし、迅速でもないし。全くデタラメの嘘答えやがったね。やばない。俺 NHK が嘘つく証拠動画撮っちゃったんだけど。ねえ。ツイッターに上げといた。ちょ、青汁王子の電話番号教えてよ。かけるから。俺今日暇やから電話いくらでもすんで。じゃ、君らもかけたのか ?06 番号から。06番号から電話してあげんで。ね。06番号から。それから電話しようぜ、電話。あ、青汁王子どこ?何番青汁王子。検索したら出てくる青汁王子って。青汁王子電話番号出てこないよ。メディアハーツ三崎社長。どっかな、で、続き電話しようぜ、どっか。次どこ電話する？次どこ電話する？そんなね、俺に嘘つこうなんて、100万年早いわ、NHK。完全に NHK が嘘つく証拠動画撮っちゃったんだけど。やばない。ふわっち運営会社、ふわっち運営会社電話すんの。ふわっち運営会社は電話したくないな。ふわっちの運営会社は電話したくないな。ふわっちの運営会社は電話したくない。メールもしたくない。で、ふわっちの運営会社メールアドレスどこ？ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。そろそろ許してって送ろうか。
ちょっと、メールアドレス教えて、ふわっちの。なんで履歴残ってないの、ふわっちとのやりとり。ふわっちとのやりとりの履歴が残ってないんだけど。俺、腹立って消したんかな。ボケごめんなさいってしたら、いや、あなたは許しませんよ、みたいな。あなたはもう絶対許しませんよ、みたいな回答で。空港警備もネットから応募してみたけど、なんかもうようわからん。もうなんかもうようわからんねんできてんけども。あ、施設警備、館内警備、1100円っていうのがある。ホテル内だよ。どこも寒いで、救助。嫌なんで、警備なんて、正味。正味の話が。火薬に電話する、何番やったっけ、火薬って。火薬って何番やったっけ。なんとかしこらないやったよ。何やったっけ。なんとかしこらない。火薬の家のタピオカ屋。火薬の家のタピオカ屋、別に火薬の家のタピオカ屋ではないからね、あれ言うとけど、場所の説明すると、ね、火薬の家のタピオカ屋ではなくて、火薬、言うとね、詳しく言うとね、火薬のマンションあるでしょ、火薬のマンションね、シーズね。シーズから出て、ね、シーズから出て、トコ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 って開いた、ここやからね、タピオカ屋。で、タピオカ屋のお姉ちゃんね、タピオカ屋のお姉ちゃん、めっちゃ可愛いってほどでもない。服装可愛い、服装可愛い、可愛い、服装可愛い。そんなレベルやけど、そこにおる、なんか、おっさんの店員がおんのよ。男なんかなんか知らんけど、そいつがハゲで、いつも鼻掃除くとんねん。もうそんなタピオカ、飲みたい。そんなオーナーのおるタピオカ屋のタピオカ飲みたい。ハゲのおっさん、ちょっと汚いハゲのおっさんが鼻とか弾くってるオーナーがおる、ね。そんなに可愛らしいお姉ちゃんでもないタピオカ屋のタピオカ飲みたい。ね、火薬は今日サイコロ振って出た数だけ王将のチャーハン食べる企画だって。それ、マジでか。チャーハン食べとけばよかったじゃん、さっき。いや、さっき食べたんや。さっきラーメンとチャーハン食べてんけど。ラーメンとチャーハン食べ。なんなんサイコロ振って出た感じだけチャーハン食べる。おかしいやん。そんな企画奪わないよ。それ企画なの。それ面白い。あの鼻くそがタピオカなんや。ほんま、だから、この間、撮ってたでしょ、ここ撮ってた時、ね、こっちから、歩いてきて、トコ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 って歩いてきて、タピオカ屋を発見したのよ。あ、タピオカ屋やー言うて。タピオカ屋やー、これ右に曲がったところやー言うて、ここ上がってたら、ね、階段まで聞こえる声で、うーんでよ、うーんって言ってたから、2階じゃねえなーと、あ、もう行こうやー思って上がってって、あ、ここやー思って、立ち花、絵の国のシール貼ってやがった、あいつ。玄関に。ここやー思って、コンコン、ピコピコ。なんか変な人来たんだけど、めっちゃ聞こえてんねん。扉一枚の玄関やから、相手に。めっちゃ聞こえてんの。なんか変な人来たんだけど、お前らも変な人来たんだけど、はい。ちっちゃい、なんかドアの隙間開けて臭いチェーンつけたの。なんか騒いではるけど、大丈夫？喧嘩？警察呼ぼうか？いや、大丈夫です。配信してる。配信じゃない ?YouTuber? いや、個人チャンネル？え？個人チャンネル？って聞いた瞬間に、え？ってちょっとだけ固まっとったけど。ちょっとあれ、ぶっ込んだ瞬間俺めっちゃ笑いそうやったけど。配信何それ？お前がそんな4階の人ですか？そんな言われへんよ。そんな、これ上言われへんわ。そんな、変なやつに俺4階に住んでへんの言われへんよ、こう。俺の中に住んでるけどな。この話所に703号室ないけど、4階の方ですかって言われたら、いや703やでって言いそうや。
それはさすがにバレるやろ。それはさすがにバレるやろ。あの時は、ちょっと、アシストしたやろ。閲覧がキューッと落ちかけてたところをね、ちょっと歯止めかけてあげて。そういうことですよ。事件はね、事務所で起こってます。事件は事務所で起こってんだよ。警視総監です。本館であります。警視総監に見えへんぐらいだったら、太陽に入るもできる。でててれー、でててれー。太陽に入る方向できんで。ボスできんで、ボス。ちなみに、もう言っていいんかな？あ、まだ言ったらあかんのかな？昨日の家電量販店の店の名前も言ったらあかんの、まだ言ったらあかんの。もうな、俺、あ、でもまだいいかもしれんか、言わんとこまだ。銀行こないだ言ったけど、ね。なんでコンタクトにしたの？別に。メディアフラッグ、火薬が言うたらすぐ拗ねるけど、ミステリーショッパー、覆面調査員のサイトのね、メディアフラッグっていうところに登録してるんですよ、僕。ね。で、ここから行くとね、コンタクトレンズのね、例えばアイシティとか、ああいうところのね、ミステリーショッパー行ってくれって、案件めっちゃ多いのよ。ってことは、ここに、で、ただそれ行こうと思ったら、普段コンタクトしとかないといけないというか、まあ、一回目だけ金払おうって、めっちゃ取られたけど、6000円くらい取られたけど。でも、これで普段コンタクトしてることになったから、これでこれから、このコンタクトレンズのね、ミステリーショッパー、覆面調査員。報酬もらってコンタクトただでもらえる。それをやっていこうかと。ましや、それを配信でやっていったとかある。賢くない。20ドリ。覆面調査で金もらって、配信で金もらって、YouTube で金もらって。で、コンタクトもらって、報酬もらって。よくない？めっちゃよくない？家電量販店ない？いや、だってまだ10日ぐらいまである。空調の入れ替え工事。賢いでしょ。メット君も、どっちか言ったら、日払い、日雇い単発、日雇い派遣って、それを値段に喋ってるけど、俺も一緒やから、やってること。もう日雇い派遣とか、こう、ガードマン、警備員とか行って、いろんなとこ行って、それを喋って、ネタにして。ネタのためやから、こんなもん。こんなもん、真剣にこの職業で稼ごう思ったら、ね、もうアホやで。アホ。ネタのためやで。YouTube のためにこの仕事してんのに、でも YouTube 全然再生されへんねん。まあ、でも NHK は嘘つきっていうことがよくわかる。NHK は嘘つき。NHK に騙されました。ちょ、ツイッター。誰もくれへんな。バッシュ TV ショップ店長さんにフォローされました。にゃんまる北海道さんにフォローされました。あ、NHK から国民を守ると公認さんの三宅さんからフォローされました。ね。もう5時になっちゃうよ。もう5時になっちゃう。NHK もっとなんかおもろいことないかな。NHK もっとおもろいことないかな。NHK なんか言うとけ。個人情報言えってすぐ言うよな、あいつらな。ご住所とお名前よろしいですか？そんなもん、個人情報漏れてんのはコアで、ね。それ聞いてみる。どこに聞く？それ触れ合いセンターに聞く。あ、消してもた番号。077077やった、さっきのところ。
ただいま、おかけになった電話は大変混み合っています。しばらく経ってからおかけ直しください。なんでやねん。ただいま、おかけになった電話は、みんな YouTuber がネタで電話してんじゃん、これ。しばらく経ってからおかけ直しください。切られたよ。ちょ、立花隆って何もんや、腕。この電話は NHK 放送受信料のお問い合わせ専用電話です。携帯電話からは20秒ごとにおよそ10円、その他の電話からは機内通話料金でご利用いただけます。解約は受け付けへんくせにな。住所変更または新規契約のお届けは、お支払い方法、契約者氏名の変更は、その他のお手続き、お問い合わせは、3号。もう一度ご案内を。NHK では、お申し出、お問い合わせの内容確認とサービス向上のため、録音させていただいております。あ、お忙しいとこすいません。ちょっとだけ意見をお伝えしたくてお電話させてもらったんですけども、はい、今テレビっていうかインターネット見てると、NHK は契約しなくていい、払わなくていいっていう人がたくさんいてるんですけど、あれはどっちが正しいんですか？受信料制度といたしましては、はい、お持ちであれば NHK とのご契約は必要ということを放送法の方で謳っておりますので、はい、そこはやはり必要というご案内になります。64条の全文を見ると必要ですよね。はい、正し書きはどういう解釈なんですか？正し書き、はい、ただし協会の放送を受信する目的でなければこの限りではないっていうのも放送法64条にちゃんと書いてありますよね。あ、はい、はい、それは、はい、例えば設備の方が受信機と見なされないものということに対してでございますね。いやいや、そんな風には書いてないですよね。テレビは置いてても、NHK を見る気がなければその契約しないといけないっていうことでもないですよっていうニュアンスでは書かれてますよね。そういったことではないんですけれども、そういたしましたらお客様申し訳ないですが、上の方に変わらせていただきます。はい、あ、そうですか。はい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 。はいはい、いや、こっちは金払ってんのか。変わりました。NHK プライセンターの勝田と申します。あ、申し訳ないです。もう一度お名前いいですか？はい、国久と申します。国久さん。はい。はい。ありがとうございます。いえいえ、一視聴者としてちょっと意見だけ言わせてもらいたいんですけど、最近ね、何でしたっけ、インターネットとかテレビ、はい、まあテレビにもたまに出てくるんですけど、はい、受信契約別にしなくていいですよ、払わなくていいですよという人がたくさんいますね。まあ、一部いろいろなお考えの方はいらっしゃると思いますが、はい。はあ、はい、そういう考えだったら、じゃあ払わなくていいんですか？いえ、基本的に、まあ、これは NHK の権限ということではないんですけれども、はい、お支払いはやはり義務化はされてますね。はい、根拠としましては放送法で、
通第1項の規定により締結される放送の時期については契約は次の条項によるものとするということで、お支払いのまあ契約の単位であったり、世帯の単位、まあ、契約書の提出、契約の成立、まあ、第5条でお支払いの義務ということで規定されています。ですので、契約は例えば、でもお支払いはしなくていいというような誤った、まあ、情報はいろいろ書き込みあるかもしれませんが、はい、根本的にはやはりこういったまあ、行政も関わった規定、国会で承認を受けた規約が、まあ、根拠にはなってますね。ただその、まあ、罰則を求めたいる種類の法律ではないことは確かですね。ですので、罰金であったり、刑法、拘束される、禁錮刑など、そういったものはないという意味はありますね。はい、まあ、文化法なんで、刑事罰になじまないという、そういう考えは、まあ、正しいかなと思うんですけど、はい、かといって、設置日を特定して、そこまでに遡って、はい、債権としてそれを回収するっていうことはできなくはないと思うんですけど、そういうことはなぜしないんですか？結局ですね、まあ、裁判所の権限でありますね、その、短期消滅事項に、まあ、決められていると。で、これ、一般的な、契約以外の、まあ、これ、特別法になりますよね、はい、産業法の中で。で、まあ、いろんな業種がありますけれども、まあ、民法上の契約で、はい、まあ、献血を補うためにいろいろな産業社会の発展とともに契約が決められている。で、契約が発生すると債務が発生するというのは決められている。まあ、もちろんのことではあると思うんですけれども、はい、でそこで消滅事項での判例も出ているということであると、やはり債務は発生します。そもそもその消滅事項を、まあ、認めた判決というのは、それは最高裁ですか？そうですね、はい。最高裁判例なんですか？そのように聞いておりますけれども、はい。なぜそこは最高裁がそういう判決を下り、そこに対して NHK さんなんとも思わないんですか？いえ、結局ですね、はい、費用もかかりますけれども、まあ、ごくわずかお話し合いの場を持っていただくためにですね、はい、まあ、訴訟ということで、いずれも和解ということで、はい、提訴はさせてはいただいてますね。ただ、そのお支払いというよりも、まずご契約いただいてない時点でお支払いはもちろん発生しませんので、はい、ご契約のお願いということでやむなく何年もかかっても、まあ、いただけない場合というのはやむなく裁判所の手を借りるのはごくわずかありますね。お話し合いの場を持っていただくということと、はい、契約をいただくということが前提になりますが、まあ、お支払いは各個別なのでご事情もありますので、その後意思を立てることができます。はい。まあ、その契約を強行放棄、まあ、文化法とはいえ法律で定められているわけですから、はい、裁判をもってして確定判決をもって強制的に契約を締結してしまえて、それで債権を回収すればいいんじゃないんですか？まあ、確かにその、まあ、個別の案件になりますが、契約が必要ですということとお支払いの命令が出された事例というのはありますね。はい。でないと、いつまでたってもこう戦後ね、まあ、70年、まあ、戦後直後にできた法律ではないので、はい、まあ、60年ぐらいですかね、はい、経ってる法律とはいえ、まだ有効な法律ですから、はい、それにのっとって運営をされているっていうのであれば、はい、やはりね、公平負担をやっぱりしていただかないと、払ってるものがすごい